このコーナーは秋田県住みます芸人のチェスが番組スタッフ越前 AP に秋田県内の知ったけいいところをプレゼンするコーナーです。勝者には椎名ちゃんの番組内で自身の冠コーナー獲得の権利が。今日も番組スタッフ越前 AP に気に入られるためにチェスの2人がそれぞれ自慢のスポットや美味しいものを紹介し競いながら街の魅力もお伝えします。はい、はい、ということでね、はい、さあ、まあね、この知ったけいいとこプレゼンするで、はい、まあもちろんね、これからもやっていくんですけども、はい、僕がですね、まあ見事、はい、椎名ちゃんのね、MC の座貸し取りまして、はい、ありがとうございます、本当に嬉しい、ね、私もまあ一応こうコメンテーターという枠で、コメンテーター、あなた。ようやく、バカマス君、この後、なんすか、バイトに向かう人みたいな格好なんですけど。いや、いいでしょ、これ。服これしかないの？これしかないですよ。本当に。当たり前でしょうか。テレビ出る人の格好じゃないっすよ。いいでしょ、別に。何これ、本当に。何よ。この動きやすいズボンとか。動きやすい方がいいでしょうが。いろいろ動きやすい方がいいでしょうが。動きやすくていいってもんじゃないの。ああ最悪だよもうこいつね、決まったんで、決まった。いや本当に嬉しいけどね、はい、不釈神妙の思いで頑張りたいと思います。昔のお相撲さんのあれですよね、横綱になった時の全身全霊を注いで不釈神妙、久しぶり聞いたよ、命をかけて、やりたいと重いんだよ思っております。楽しんでいけよろしくお願いします。笑い一切なしで、いや笑いおかしでボケも一切なしで行きたいと思っております。よろしくお願いします。まあ、このぐらい熱い気持ちを持ってね、我々やっておりますけども、いやもうよかったよかった。指輪の、僕らね、はい、要はその対決で、まあ、僕勝つということになって、はい、もうあと何、対決するその理由がもうちょっとないんです。あ、確かに。はい、だって何もないのに対決してもね。そうなんか気持ちがこう乗らないもんね。でもね、やっぱり。ちなみになんか、ご褒美がもし、またプレゼンやって何かどちらかにご褒美出るとしたら何が欲しいですか？あ、そういう感じ？希望募る感じ？ご褒美何決めれるの？違う。ここはやっぱり美女と焼肉券。気持ち悪い。いや美女って言ってもあれよ。人妻よ。いや最悪だって。いやお前も結婚して婚約指輪つけて何喋ってるの。まるまる勝つだ今のところ。使うでしょどうせ。使うかこんなもんお前は。いや長谷川さん何なのよ。希望。お金です。金のことしか考えてないんだもん。え？お金だよそんなのは。金言うて。うん。これ希望取るんですかこれは。聞いただけ。なんで聞いたんだ。いやなんで聞いたの。何のための対決なんのよ。だから何かあるみたいですよ。何かあるの。何か本当だろうな。いやない時の顔だろこれ。いやいや何もない時決めてない感じがしますけど。なんかね、なんかあるなんかねあるみたいです。あるのは確実なのじゃあるのね。多分のもので熱くプレゼンはできませんよ我々は。そうよ、一応あるっていうことに。そうだね、あるのだけは決めてほしいんですよ。あのね、ありますね。ただね、何かな、後日発表かな。まだ秘密ってこと。秘密ですよね。そうですか。あるはあるですね。あるね。どんどん後ずさりしてるじゃないか。距離逃げ出そうとしてる。なんででしょうね、ちょっと遠くにちゃってるから。次回も知ったけいいとこプレゼンします。